はい、どうも、じゃあ、ササヤンです。本日もニュースをとっついていきましょう。今回ですね、連休中でニュースが少ないということもありまして、特別編をお送りいたします。これから何を喋るのかと言いますと、トヨタ自動車、世界のトヨタのね、トヨタ秋夫社長が株主総会で物議を醸す発言をいたしました。と言ってもですね、物議を醸しているのはマスコミ業界だけでして、これをご覧の皆さんはむしろトヨタ車に乗りたくなるかもしれませんと、そんなお話になります。僕のおしゃべりを聞いて目の付けどころがいいねと思ってくれた方はですね、動画の途中でも OK なのでチャンネル登録の方すぐにお願いいたします。さあ、それでは早速ね、記事読みの方から参りましょうか。現代ビジネスより見出しがですね、マスコミはもういらない。トヨタ社長のロバの話を考えるということで、なんかね、トヨタの社長がロバの耳のね、あの話でもしたんでしょうかね。それでは早速本文を読んでいきましょう。話は長くなりますが、ロバを連れている老夫婦の話をさせていただきたい。6月11日に開かれたトヨタの株主総会の壇上、話題が2021年の3月期決算の業績見通しに及ぶと、トヨタ社長はおもむろに語り出した。ロバを連れながら夫婦2人が一緒に歩いているとこう言われます。ロバがいるのに乗らないのかと。それではご主人がロバに乗って奥様が歩いているとこう言われるそうです。威張った旦那だと。今度は奥様がロバに乗ってご主人が歩いてるとこう言われるそうです。あの旦那さんは奥さんに頭が上がらない。じゃあってことで夫婦揃ってロバに乗っているとこう言われるそうです。ロバがかわいそうだ。要は言論の自由という名のもとに何をやっても批判されるということだと思います。最近のメディアを見ておりますと何がニュースかは自分たちが決めるという傲慢さを感じずにはいられません。遡ること1ヶ月ほど前、トヨタが発表した見通しをもとにマスコミ各社は、トヨタの今期営業利益8割減の5000億円日本経済新聞、それからトヨタの衝撃8割減益危機再び朝日新聞というふうに報じていた。トヨタ社長の不満はこうした報道に対して向けられたものだった。マスコミの報道について私も決算発表の当日はいろいろな方からよく予想を出しましたね、感動しましたよと言っていただきました。ただ次の日になるとトヨタさん大丈夫、本当に大丈夫なのと言われてしまい、一晩明けた時の報道の力に正直悲しくなりました。なぜこんな状況でも臆せずに決算予想を発表したことを評価せずに8割減益というネガティブな報じ方をするのか。トヨタ社長はそう言いたかったのだろう。社長に就任して以来幾度となくメディアの手のひら返しを味わってきた。就任した2009年から10年にかけてはトヨタは大規模リコールが発生し一時は経営危機とまで報じられた。ところが2013年に世界の自動車メーカーで初の世界生産台数1000万台を突破、2015年3月期決算で日本企業として初の純利益2兆円超えを達成すると、今度は一転してトヨタ社長の経営を称賛する報道が相次ぐ。その後もコストカットをすれば下請け叩きと非難されたし、執行役員の数を減らせば独裁体制とも言われた。そして今度はあらゆる企業が苦しんでいるコロナ危機の中でトヨタの現役だけがことさら大々的に報じられる。何を言おうが何をしようがその時々の気分で好き勝手に報じるだけのマスコミの相手はしていられない。今回の決算報道のみならず、積年の思いが込められたのがロバの話だったのです。他の企業の経営者たちは一体どのようにこのおとぎ話を受け止めたのだろうか。スキヤ、ココスなどを展開する外食チェーン大手、ゼンショーホールディングスの会長、小川健太郎氏は、トヨタさんの気持ちは理解できると語る。民主主義国家である以上、それぞれのメディアが変な忖度をせずに自由に報道すべきなのは大前提です。しかし、企業側の感覚からすると、メディアの取材を受けても、こちらの真意がきちんと伝わったと思えたことは滅多にありません。例えばテレビであれば10分の取材を受けても都合のいい10秒だけが切り取られて放送されることもある。それはあまりにもアンフェだという気持ちは僕は知っている多くの経営者が持っています。トヨタさんは日本を代表する企業のトップとして常に矢面に立たされてきたからなおのこと、企業の責務として山ほどの社会貢献をしてもほとんど報じてもらえない一方、ほんの少しでもヘマをすればそれ見たことかと老いの首を取ったようにかき立てられる。経営する側も人間ですから苛立たない方がおかしいです。別の一部上場メーカーの広報担当役員も大手マスコミの取材方法に対する不満を打ち明ける。新聞やテレビの記者たちと話していて思うことは、とにかく勉強不足だということ。彼らは頻繁に担当外があるので、業界や企業のことはあまり勉強しないまま取材に来る。別に難しいことを要求するつもりはありませんが、ホームページで逐一公開している IR 情報だとか、有価証券報告書に記載している基本的な経営事項すら頭に入っていない状態はさすがに困ります。そんなことも知らないで、うちの経営を評価する記事を書くんですかと思ってしまいます。加えて、
現でのゼンショーホールディングスの小川会長は、メディアの報道姿勢が結論ありきになっていることも疑念を感じているという。現場の若い記者さんと話していると、私の考えとは違うのですが、デスクや次長が話の方向をあらかじめ決めつけていて異論を受け入れてくれないのですと言われることが多々あります。我々の商売もそうですけれども、本質は現場の人間が一番分かっているものです。しかしそれを重視せず、会社にいる上司が記事の方向性を決めるというのは時代遅れです。こうした思いを豊田社長もずっと感じ続けてきたのだろう。2019年豊田社長は自ら肝入りでオウンドメディア、このオウンドメディアというのは、自社メディアのことを指しますけれども、このオウンドメディア、トヨタイムズの運用を開始する。編集長を拝命した香川照之氏がテレビ電話で豊田社長に取材する CM がやたらと流れていたので、このサイトの名前を知っている人も多いだろう。ページを開いてみると、アナウンサー司会のもと豊田社長と鈴木自動車の鈴木治会長が語らう対談動画から、前日の株主総会の一部始終を書き起こした記事までコンテンツがずらりと並んでいる。トヨタイムズが本格始動して以来、豊田社長は大手メディアのインタビューをほとんど受けなくなった。決算後の会見も現行の年4回から年2回の中間本決算に減らすという。代わりにトヨタイムズの記事や動画には頻繁に登場し、経営の理念や考えをこと細かに語っている。消費者に対し自前でメッセージを発することのできる環境が整ったのだから、もはや大手マスコミを介する必要はないということなのだろう。ここのところ大手各社が豊田社長にインタビューを依頼しても全て断られる状況が続いています。そしてインターネットや SNS の普及とともに、大手メディアの報道をマスコミ嘘ばかりとこき下ろす流れは次第に大きくなっている。企業はそういう状況を見て、マスコミよりも自分たちが直に出す情報の方が消費者に支持されると踏んでいるのです。だからかつては決して表に出ることがなかった大手メディアへの不満をためらわなくなってきた。世間のメディアに対する不信の目は、今年の5月、東京高検の黒川検事長と大手新聞社2社の記者たちがコロナ禍の真っ最中に賭け麻雀をしていたことが発覚したのをピークに、さらに広がっている。コロナ禍においては企業トップの取材も以前に増して難しくなっている。多くの企業の会見がオンライン化したために、広報担当がチャットで事前に記者からの質問をチェックした上で、会見に関係のある内容しか経営者に回答させないようになりました。質問数も各社1問と限定されることがほとんど。これでは予想外の質問をして経営者の反応を見たり、追加の質問を重ねて企業の本音に迫りにくい。こうした報じる側と報じられる側の相互不信は、企業報道のみならず官邸とメディアの間でも顕著になっている。一昨年、森友学園問題に関して、私たちは国民の代表として聞いているんですから、ちゃんと対応してくださいと官邸に要求した東京新聞の記者に対して、官邸側は、国民の代表は国会議員、あなたたちは人事で官邸クラブに所属されているだけでしょと突き放したことがありました。以前の官邸ならこんな態度に出ることはなかった。ネットの普及と同時に、マスコミなんて信用されていないし、取るに足りないものだと考える政治家や経営者は今後どんどん増えていくことでしょう。トヨタ社長のロバの話が図らずも浮き彫りにした問題、書く側も書かれる側にもいずれも利はある。しかし相互不信のまま不完全な情報公開を続けば、損をするのは受け取る側だ。皆さんはどうお考えになるだろうか。おしまいと。はい、ということで、なおこの記事はですね、ささやん勝手に間引いて今朗読しましたんでね、全文多分ね3分の2ぐらいしか喋ってないので、全文知りたい方は概要欄に貼りましたんで、そちらの方から飛んでご覧ください。そしてここまでの話を聞いてですね、なんだかトヨタって大企業だけど社長のノリがいいねと思ってくれた方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。なんでしょうかね、この他人のふんどし感ね。でですね、この記事を今回要約いたしますと、トヨタを筆頭に民間企業でもマスメディアに対する不信不満は相当高まっているということでしょうね。そして政治の分野でもですね、マスメディアに対する不信不満が相当、これはまあ高まっているというか、もうすでにね怨念めいているという形でしょうかね。なぜそんなに不満があるのか、その理由はですね、ロバの話で例えたように、何をやってもバッシングしてマウントを取りに来る姿勢だからということでしょう。あるいはですね、官邸と東京新聞のやり取りも出てきましたけども、マスメディアが俺たちは国民の代表だと勝手に思い込んでいること、そこじゃないでしょうかね。権力に立ち向かったり、大企業をバッサリ切りに行く俺たちって最高でしょって感じの、まるで時代遅れのイケメン俳優みたいな空気感が漂っていますよ。今の時代、そのケチャップ顔のマスクと変な DC ブランドのスーツはダサいですから、みたいなね。
あとね、もうササヤンを見ているヘビーユーザーさんは大体分かってると思うんですけれども、一つの事象、一つの出来事に対して比較できるメディアがもう大量にあるのでね、それは、その既存のメディアだけじゃなくてブログだとか YouTube だとか個人メディアもいっぱいありますからね。ですからメディアが報じた本当かよってそういう記事はどんどんね、深掘りできちゃう、個人が深掘りできて情報を発信していくのが今の時代になります。例えば僕の動画では世論調査で世間の認識とずれてるのはなぜなのかみたいなものを解説したりしていますけれども、ほんのちょっと前まではね、こんなことね、質問票レベルから解析して検証するやつなんていなかったでしょ僕みたいなですね、アホな連中がネットには大勢いまして、記事にイラッときた時はね、本当かどうか洗っちゃいますよみたいなゴロつきがうようよといるんですよ。あ、ごめんなさい言葉が過ぎちゃいました。自分で自分をゴロつきというのはね、僕ササヤンだけにしておきましょうかということで、今回は民間企業トヨタの社長目線でマスコミがどういうふうに映っているのかというのをね、ご紹介させていただきました。なるほど、ロバの話面白いねと思ってくれた方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日はですね、トヨタ社長ね、その強気な発言にエールを送るような謎かけで締めたいと思います。マスコミ批判の秋尾社長とかけまして、新発売のトヨタ社と解きます。その心は、最近ノリがいいね今僕が乗っている車もトヨタなので、トヨタユーザーとして一言だけ言わせてください。あの、最新のトヨタ車はですね、トヨタニューグローバルアーキテクチャー、略して TNGA という言葉を使っているんですけども、これ僕的にはね、ちょっとね、ソフトオンデマンドのとあるグッズの名前に見えちゃいましてねそのなんていうんですかね、あの TNGA という文字がですねですからこれ略称命名するときになんとかならなかったものなのかなというふうに思っておりますけれども、まあ、こんなちょっとねゲスなツッコミを入れたところで、本日も面白かったためになっている方ですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。サザエンです。